様地域発未来へ。この番組はリタイアした団塊の世代で生き生きと地域で活動されている皆様から、思いのこもった思い出の写真や身近な今を切り取った写真をご提供いただき、その写真をきっかけにお話を伺いし、人口減少高齢化が進む近い未来に地域で本当に豊かに暮らすために必要な施策や個人としての生き方を探る番組です。本日のゲストは川崎市在住の梶原陽子様です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。梶原さんは、今多摩大学の、リレー講座の方に、はい、もういらしていただいているんですけれども、はい、最初にあのリレー講座にいらしていただくきっかけというのをちょっと教えていただけますか。もうすでに来られてたあの友人に紹介していただいたんですけど、はいはい、そのご友人の方はどういうお知り合いで。まずあの川崎に来まして、はい、あのヨガ教室に通い始めまして、はいはい、そこで知り合って。ああそれですか、はい、あの川崎へ来ましてというふうにおっしゃられたんですけど、川崎にはいつ頃からお住まいでいらっしゃるんですか。はい、今年で3年目になります。そう、まだ最近なんですね。つい最近です。はい、その前っていうのはどういうような形で。もう転勤がすごく多くて、はい、あの大学を卒業されて、はい、あれですか、梶原さんは、まあ、あの昔ですのでそのままあの家事手伝いでそう主婦へという方も多いんですが、梶原さんお仕事はされたんでしょうか。大学で化学を勉強しましたので、はい、あの卒業して3年くらいは、はい、あの歯医者さんの歯科大学での化学研究室で、はいはい、あの勤めてたんです。それは実際に化学研究室で何かその化学の実験のようなこと。そうですね、あの当時は、はい、あの学生実験をちょっと見たら、はい、あとはテーマの研究っていう形で、はいはい、あの私はあのアミノ酸の有機合成っていうか、アミノ酸ですか。あのアミノ酸が10個、はい、輪っかになって環状になった構成物質の合成をしてます。はい、ああそうですか、はい、理系上なんですね。理系の女子なんです。いやそうですね、はい、で3年ぐらいお仕事をされてということですけど、はい、そのお仕事をあの辞められるきっかけっていうのは結婚を機に。ご結婚されて、あの倉敷に来まして、はいあはい、それであの子供にアレルギーがあったので、はい、それを何とかしたいと思って、はい、あの先輩のお母さんから外でいっぱい遊ばせて、はい、新鮮な野菜を食べさせたら、はいはい、元気になるよって言われて、はい、あの無農薬野菜を作り始めたんです。はい、それあの倉敷はそのご主人のお仕事の関係で結婚されて、夫の勤務先が倉敷だったので。あそうですか。あのその時に、まあ、お仕事を辞められるというとことにはあまりご抵抗はなかったんですか。ね、そうですね、なんか当時はなんか女の人は結婚したら辞めるっていう、そうですね、はい、雰囲気というかそういうのがありまして、はい、まあその大学から大学に就職するっていうのはすごく難しくて、はいはい、もう就職先は変わったらもうまず同じようなことはできない。なるほど。でお子様も生まれて、ただアレルギーがあったので、じゃあ倉敷の方で少し無農薬野菜を作られたりとか。10年間作りました、はい、その頃あの石油化学全盛の時代で、はいはい、あの今みたいに無添加とか有機野菜とかがまだ普及してない頃だったので、はい、そういうことを言うとなんかすごい神経質な人って見られる時代で、あ、はいはい、あのまあ、夫は化学会社でその材料を作ってるような立場のところもありましたから、はい、なんか隠れるように作ってたって感じです。あ、そうですか。あの近所のおばあちゃんが孫連れて、はい、学校で青虫がいるから取らせてって、はい、私たちの畑に来たりしてましたから。あ、そうですか。やっぱり自然食のお店も倉敷にはなかった、はい。あ、そうですか。やっぱりだいぶ時代が、今はね、あのまああなたこれから人口増えるのに電気も使わないで車に乗らないんだったらいいけどって、うん、割ときついこと言われたりとかそういう時代でした。あ、そうですか、はい、それで、まあ、無農薬野菜とか使えてお子様もまあ元気に育て、お子様は何人いらっしゃる。3人います。
男の子女の子男の子が2人と女の子が1人そうですか、はい、お元気で、でその倉敷でまあいろいろそういう意味では子育てをされてという形で、はい、先ほどご転勤をという話ありましたけど、そこからまたどこかへ移られたり。そうですね、子育ての間っていうのは、はい、結構移動がなかったんですけど、はい、下の子が高校生の時に、はい、夫が茨城に転勤になって、はい、そこからはもう2年おきとか、はい、極端な時は1年足らず で、 あ、そうです、もう何回も転勤しました。それは会社の、その化学系の会社の、そうですね、まあ、業務で東京に移ったりとか倉敷に移ったりとか、はい、行ったり来たり行ったり来たりで、もう覚えてないくらい何回もしょっちゅう引っ越しました。3年前に川崎の方に。そうですね、だからなんかリタイアしたら、はい、地域にこうどっしりと根を下ろして住みたいっていう、はい、強い気持ちはずっと持ってました、はい、川崎は何かそのもともとこうなんか土地勘とかそういうのがあるところなんですか？全くなかった。全くないところですか？で、はい、しかもこう2世代で住むなんて想像したことも、はい、2世代で今、はい、そうですか。リタイアしてどこ住もうかって、はい、あまりにも転勤したたので、はい、どこでもいいっていう感じで、はい、ふるさとがあってなきがごとして、はい、どこでもよくって帰って決まりにくかったんです、はい、けど、まあ、倉敷は長かったので、その伝統もありますし、はい、倉敷はすごく好きなので、倉敷と子どもたちの住む東京を行ったり来たりできたらいいなと漠然と思ってたんですけど、はい、まあ、息子の方から子供を鍵っ子にした、子供が生まれることになったから、はいはい、鍵っ子にしたくないから近くにいてほしいって言われて、はいはいはい、それじゃあもう倉敷に家もあるし、はい、じゃあ2世帯で住もうかっていう話になって。じゃあ今は息子さんとその息子さんの奥様も働かれていて。そうなんです、なんですね。じゃあ息子さんにとってもこう非常に助かるところでしょうね。そうですね、はい、それとやっぱりお嫁さん2世帯の家を同時に探し始めたので、はい、息子たちも賃貸に住んでて、はい、私たちも賃貸に住んでて、はい、でじゃあ2世帯どこにしようかって両方で探し始めたんですね、はい、だから条件としては通勤時間と、はいはい、それからお嫁さんの実家までの時間とか、私はこう緑の多いところがいいなって、はい、そのくらいの条件で、はい、条件に合うとこ探したので、はい、今住んでるところの土地勘っていうのはゼロだった、はい、あ、そうですか。全く名前も聞いたことないっていう感じで、はい、知らないところだと。でそのご主人もリタイアされてという形で、はい、今はそれなりに、うん、梶原さんもご主人もお時間ある形で暮らしていらっしゃるという形で、実際に梶原さんの話はこの後お伺いするとして、ご主人と一緒にいろんなとこ行かれたりとか、そういう時間の使い方をされてるんですか？そうですね、基本的には別行動なんですけど、一緒に行動するっていうのは、はい、倉敷で親しい方がいらっしゃるので、はい、その方が上京された時は一緒に会って食事をしたり、はい、一緒に倉敷でちょっと仲間っていうか親しいグループがあって、はい、その人たちと年に1回旅行。あ、はい、あ、素晴らしいですね。ご夫婦、梶原さんもご夫婦で参加されてる。そうですね、結構何十20人くらいですかね。結構な1年に1回大きな旅行を。あ、素晴らしいですね。したりとか、まあそうですね、共通の友人と、はい、食事に行ったり、はい、倉敷の人たちと旅行に行ったりは一緒にしてま す、はい、ご主人はその普段そういう時以外はどちらかというと別々にというお話なんですけど、ね、ご主人は例えばお仕事をされた時の方と会われたりとかですか？それとも何か新しく自分でこう世界を広げられていらっしゃるんですか？そうですね、なんかリタイアして、まあ、完全にリタイアしてるのかどうか分かんないんですけど、リタイアしてしばらくは会社の人たちとゴルフだの
飲み会だのっていうのが頻繁にあってたようですけど、はい、2年ぐらい経つとそういうのが少しずつ減ってきて、あの今はそこの中で魚釣りと、はい、山登りは、はい、あのそういう会社間会社の時に親しかった人と行ってます、はいはい、山登りがもう最高の楽しみ。あ、そうですか。じゃあその会社の時に親しかった方とも、まあ、そのリタイア直後ほどでは頻繁ではないけれども会われたりという形 で、 そうです、ね、山登りとか共通の趣味のある人とは、はい、あのずっとつながって、 で、ね、はい、でも皆さん高齢なんか山にあの富士山とか、はい、アルプスとか今行ってるんですけど、だんだんこうそうもいかなくなってきて、はいはい、今ちょっとあの微妙な今は行けてます。あ、そうですか、うん、それ以外にそのご主人はリタイアされてから何か新しく始められたりですとか、はい、そういうことはされていらっしゃいますか。そうですね、あ、それも一緒に行ってることは、川崎市民アカデミーって、はい、多分日本でもおあの参加人数が一番かそれくらい多い、はい、あ、市民講座らしいんですけど、はいはい、そこで私たちは音楽の講座を取って、はいはい、あの川崎ミューザっていうところが、はい、東京交響楽団のあの演奏場所って言うんですか？演奏場所みたいなので、はい、それぞれの楽器の方が、はい、あの100人ぐらいの部屋で音楽の楽しみっていうことで、はい、楽器の説明とか曲の説明とか作曲家の説明とかしてくださって、はい、大人気の講座でいつも2人で行って。あ、そうですか、素晴らしい。それとあとうちの歩いて数分のところに昭和音楽大学っていうところがあって、はい、あのそこでも音楽の講座があってて、はい、そこにも一緒に通ってて、なんか夫はそこの世話人に今なってて。ご主人はなんか音楽が好きとかそういうのがあったんですか？私も知らなかったんですけど、本人は好きって言って世話人を自分からこう割と世話人になりますみたいな感じで、そんなに好きだったかなと思うんだけど、なんかもう次は理事に、はい、秋からやってくださいねみたいな。あ、素晴らしいですね。感じになってます。なるほど。じゃあ、あの梶原さんご自身のお話をちょっと、はい、梶原さんそのあのお写真をちょっと持ってきていただいてるんですけども、はい、そのご趣味であのテーブルコーディネートですか。そうですね。それを随分あのこれ、はい、これはあの、うん、きれいなというか、あ、結構鮮やかな。そうですね、このテーブルの真ん中に引いてるのは夏帯なんですけど、はい、帯に仕立てられる前になんか古着屋さんとかに流れてきてちょっと拝見してよろしいですか。しまってるものなんですね、はい、やっぱりこう、はい、着物がもう、はいはい、あまり着られなくなって、はい、多分なんか事情があって、はい、帯にも仕立ててもらえなくて、はい、古着屋さんに回ってきたものをとてももう信じられないような安い値段で買って、はい、あのテーブルに、はい、あの粋な着物を着せてみた、はい、和の色で遊ぶっていうテーマで、はい、あのテーブルウェア大賞のああ東京ドームで、はい、会ってる、はい、あのなんかテーブルウェアフェスティバルっていうんで、はい、コンセテストがあってまして、はい、それに応募して入選したものなんですけど、このテーブルコーディネートの、はい、まあ、はいつ頃からこうされてらっしゃる。そうですね、だからあの夫が茨城に転勤することになって、はい、私ちょっとあの医学研究所に勤める機会を得て、はいはい、あの医学研究所に勤めさせてもらってたんですけど、はい、まあ、転勤をしたということと子供があのもうすぐ高校を卒業するっていうんで、はい、高校卒業を待って、はい、あの仕事を辞めて、はい、それからなんか空間の演出をやってみたいなと思って、はいはいはい、テーブルコーディネートを習い始めました。結局そのなんか木を使ったりですとかいろいろ、これはもう夫が出張で帰ってきた時とかに、はい、あの手伝って作ってくれてるんですね。あのホームセンターに行って、はい、板買ってきて、はい、あの色を塗って、はい、でアルミの枠も全部夫が、はい、あ、そうですか。出張の合間に作ってくれて私は山に行って、はい、もう苔を探し回って、苔ですか？一人で運転してって、はいはい、100キロぐらい、はい、
そして山の苔をいろいろ探し回って、はい、苔をこういうそのデザインっていう、うん、なんか当時東京ドームとかでも、はい、あのランテンっていうのをやってたんですけど、はい、みんな横に木の枝に、はい、苔をはわすとかそういうことやってたんですけど、はい、私は縦に苔を飾ってみたいと思って、はいはいはい、山の中を探して、なんか地面に生えてる苔は泥がついててどうも向いてないなと思って、はい、なんか土留めに使ってあるコンクリートのところに生えてる苔が一番向いてるってことが分かって、はいはい、あのそういうのを探し回って何回も探し回って、はい集めて、ちょうどこれやった時はあの父がちょっとかなり悪い時で、あのこれを積んで450キロぐらい一人で運転して、はい、あの実家病院と行ったり来たりしてたんですね、はい、だからもうあの出店に穴開けちゃいけないっていうんで、あの必死で誰かに頼めるところはあれだけど、はい、頼めないところはやらなきゃと思って、はい、そうじゃなかったら綺麗な苔ばっかり張ったと思うんですけど、あのもう本当に時間がなかったので、あのもう考える暇もなくこれをホチキスのようなもので止めてったんですけど、はい、そうしたら結果的になんか茶色い汚い苔とかが混ざってると鮮やかな苔がすごく綺麗に見えるっていうことに気がついて、はい、なんかこれは後ろのはもともと岡山の蘭博覧会っていうところに、はい、もっといろんなものを継ぎ足して出展したものなんですけど、はいはい、なんと金賞をもらってしまいまして、やっぱりあの、はい、なんか普段考えられないような状態が起こると、はい、なんか直感的に考える暇もなくてやってしまうので、はいはい、なんか普段だったらやらないだろうなと思うようなスピードで、はい、大体のろいんですけど、この時ばかりは本当にあのもう考える暇がなかったので、とにかく穴開けちゃいけないって必死でやったので、あのランテンの写真も一ついただいてるんです。これなんですけど、はい、実はあのこれが金賞を取ってしまったので、はい、なんか次何やったらいいのかっていうんですごい悩んだんですけど、ランテンはそのランをってなくてコーディネートのあれなんですか？いや全く別です。別なお花を習ってましたので、はいはい、これはお花の方の流れ で、テーブルとは全く違うんですけど、はいはい、あのこれ和紙あの照明をこうやってみたいと思って、はい、あの当時あの造園業者とかがこうランテンって出店してるので、はい、正面からこうランをあのガーデンみたいにあの明かりをやるのが主流だったんですけど、はい、私はあの紙を透かしてあの間接的に花を照らしてみたいと思って、はい、その和紙を通した光でランをこう照らしてみたいと思ったんですね、はい、それで私いつかのイベントであの牛乳パックの中に和紙が入ってて、はい、絵手紙みたいなはがきサイズのを作ったことがあったので、はい、それだったら2メートルぐらいの紙もできるんじゃないかと思ってスーパーに通い詰めて、はい、大きなゴミ袋にいくつもいくつもあの牛乳パックもらってきて、はい、2月の寒い時に、夫は単身赴任でいないし、はい、家の中一人なんですけどバケツに浸して中の和紙を取り出して、はいはい、あの2メートル四方の木枠を畳2畳ぐらいのサイズなんですけど、家の中では作れないので、はい、あのウッドデッキで、はい、車庫では傾斜があってデコボコがあってできないのでウッドデッキで、でもこれ紙おむつみたいで水を吸ってしまって3日ぐらい晴れてても乾かないんですね、紙おむつみたいで、雨が降ってきて入れようと思って傾けて家の中入れようと思うとぐしゃっとなって、また最初からやり直しで、なんかよく間に合ったなって感じあの作ってやりました。すごいあれですね、その美的センスが高いんですよね、デザインとか。うーんなんかね白どし素人なんですけど、うん、なんか自分でやってみたいことをやってる、まあ大勢の人に手伝ってもらって当日はやるんですけど、はい、準備は一人でやるので、あの最近もこういうテーブルコーディネートのことをたくさんやられてね、まああの資格試験なんかを受けるために勉強はしましたけど、はい、今は家であのお誕生日の時とか、はい、お節句の時とか、はいはい、あのお嫁さんの家族とか、は
あの広島に住んでるおばあちゃんとか、はい、来られて、そういう時にちょっといろいろ楽しんでやってます。はい、素晴らしいですよね。今はあのご自宅はあのご主人と梶原さんと、あと息子さん夫婦に、その下のお孫さんっていう形で。そうですね。あの実際にそのお孫さんとか、はい、すごいまだ多分かなり小さい人たちとこう一緒にこう住んでるっていうところで、はい、あのなんか感じられることとかありますか？そうですね、最初住んだ時なんか新しい風だなと思ったんですね。はい、やっぱりこうもう大学卒業して一緒に暮らしたことないですし、はい、そういう2世帯で、その距離感というところは結構苦労される方も多いみたいなんですけど、そこはいかがですか？そうなんですよね。なんかあの私ちょっと建築塾に通ってまして、はい、っていうのもこのさっきのこの紙の、はい、セッティングの時に、はい、なんか前の年にちょっと賞を取ったおかげで、ええ、いつもだったら端っこのあの壁際のところなのに、ここ真ん中の、はい、目立つところ真ん中の天井の高いところに当たってしまったので、はい、おまけに壁がここ抜けてて、はい、だからこ横からも見られるので、はい、この後ろにもこう物を詰め込んでいかないと、はい、あの空間が埋まらないっていう経験をして、はい、あの天井が高すぎて、あのやってもやっても空間が埋まらなくて、はい、空間が湧き出てきて頭がもう真っ白になってしまって、それで空間のことが知りたいなと思ってたところに、なんか神楽坂建築塾っていうホームページに出会って、はいはいはい、建築塾に行くようになったんです。ああ、そうです。それで建築家の先生が、はい、あの私たちあの中古住宅を買ってリフォームしたんですけど、はい、あのお互いに気を使わない仕組みを作ることが大切ですって言ってくださった。はいはい、基本的にはお隣さんと住むように住んだらいいんですよって言われて、はいはい、私あそうか、お友達みたいに住んじゃいけないんだと思って、はい、あ一緒に住むんだったらやっぱ覚悟がいるんだなってその時思いました。うんうん、なるほど。あのだから玄関も2つ、はい、あの作りましたし、もう完全にあの一軒の家として成り立つような仕組みにはなってるんですけど、うん、今は子供が小さいので1歳と3歳、うん、はい、全く大家族状態でほとんど毎晩一緒にご飯食べます。あの今あの毎週多摩大学の方の講座にもいらしていただいてるんですけど、はい、そこで実際にその多摩大学の学生なんかともあの会う機会とかあると思うんですけど、はい、何かその学生を見ててお感じになることとかありますか？そうですね、とても礼儀正しいなってあの梶原さんが今までこう生活をされたりこう人生を送られてきて、その中からこう、はい、この後じゃあその学生とかにこういうことは残していきたいなとか伝えていきたいなって思うようなことってのはありますか？うん、なんかそんなに特別伝えることって特にはないんですけど、ただ気づいていてほしいなと思うことはありまして、はいはい、それはあの生活文化で、はい、生活文化、生活文化って日々の暮らしを楽しむことっていうんですかね、はいはい、まあ、建築塾に通ったこともあって、あの家は、はい、あの暮らしを包む器とかいう言葉だったり、はいはい、あの家は暮らしのびっくり箱でなくてはならないとかいう言葉があったりしますので、最近なんか家を建てるっていう言葉から家を買うっていう言葉に変わってきてるような場面も、はいはい、あの耳にするんですけど、うん、やっぱりそういうふうに私たちが家に対する見方が変わってきてるっていうことに気づいててほしいなと思います。うんうん、なるほど。あのやはり便利さ、どんどん便利になってくるので、はい、やっぱり手間暇をかける生活っていうのが、はい、それはなんか手で作るものってなんか力を持ってると私は、おにぎりにしても機械で作るか手で握るかで材料は一緒だろうって感じなんですけど、やっぱり手間暇をかけるっていうのは何か大事なんじゃないかなって私は思ってます。それからやっぱり食のことなんかも、今あの和食がユネスコの無形
文化遺産になったとか言われてますけど、実際は和食は失われつつあるかもしれないっていうことに気づいててほしいなと思います。あの日本は自分の箸とか自分のお茶碗とか自分の食器を持ってる世界でも数少ない国らしいんですけど、うん、はいはい、やっぱり手間暇をかけるっていうことはどういうことかなって、うん、できなくてもちょっと気にしててほしいなとは思います、はい、できることに関しては、私が教室をやってた時、近所の主婦の方が最初は T シャツとパンツ姿でいらっしゃってたんですけど、はい、じゃあ来月は大人のピンクでバレンタインにしましょうとか言ったら、じゃあ私ピンクの上着着てくるわとか、はい、ピンクのネックレスしてくるわとか、うん、私は何も持ってないからピンクの口紅とか言って、はい、皆さんがどんどんおしゃれになっていかれたので、うん、やっぱりこうおしゃれをして、うん、出かけるところがあるのは大事だなと思って、はいはい、そういうことも、うん、これから高齢化社会になっていって、うん、みんななんか目立たない色と思って黒とか茶色とかグレーとかの服になんか安心感を持っちゃうところもあるんですけど、外国の映画に出てくるみたいに花柄とか明るい色とか着て、なんか生活をもうちょっと楽しんで、数も増えていくので、はい、その色もね、はい、なんか黒っぽく街がなるよりはちょっとこうカラフルに楽しそうに見えた方がいいのかなとか、うん、なるほど、まあ、そういうことに若い人もこう気にしながら見ててくれたらいいのかなと思います。はいはい、結構その今観光立国とかでその海外からどんどんこう特にアジアの人とか来るようになってくるんですけど、逆にその中で日本として残していった方がいいものとか、そういう育てていった方がいいものとかがいろいろあると思う、ね、もうそのことはずっと思ってまして、はい、もう何十年もそう思ってまして、どうして経済ばっかりあんな風に大きく取り上げられるんだろうと思って、はい、倉敷にいたせいもあって、ええ、音楽は時には言葉以上に強いメッセージを持つって、大原さんとかがよく、はいはい、大原さんの末裔ですけど、はい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 、よくおっしゃってて、心の健康っていうのが、はい、みんな我慢して働いてて楽しんで働けないっていうか、うん、はいはい、私も我慢して仕事付き合ってましたけど、はいはいはい、なんかもっと仕事を楽しく、うん、暮らしを楽しみながら仕事をどうして楽しめないのかなっていうのは、はいはい、もう何十年も思ってます。 ありがとうございます。今特に今年は人生100年時代だとか、随分そのいろいろ言われるんですけど、そのこれから先こう長く100歳その先まで生きていかれるって、そこについて何か思われるところってありますか。うん、私はこれ母の100歳の、はい、お祝いなんですけど、母が102歳まで生きましたので、はいはい、101歳までは日常のこと自分でやってましたので、あ、はい、なんかあまり年を取るってことを、はい、寿命まで生きるというくらいしか考えてなくて、はい、これ母 の、 口に合うものを作ってお祝いしようって姉の家でやって、帰るとき車に乗せようと思ったら手を添えて手伝おうと思ったら、なんがねとか言って、はい、おばあさんのことだとか言って手を振り払われたんですよね。だから姉と顔を見合わせて、お母さんがおばあさんじゃなかったら誰がおばあさんなのって言ったんですけど、はい、なんかいくつだからおばあさんとか、なんか考える何歳からとか、何歳以上が高齢者とか、なんかあまり必要のないことは考えなくていいんじゃないかなって、うん、で母が101歳に入院しまして、私は飛行機で行ったり来たりしてたんですけど、うん、母の手を福岡の病室で握って、もう数時間後には2歳の孫の手を握ってましたので、100年っていう時間っていうのをなんか毎月実感してたんですね、うん、もう母はもう全く寝たきりになりましたので、101歳で倒れてからは、うん、でもうそれでただ手を握るぐらいしかできなかったんですけど、その手をずっと握ってて、飛行機で何時間か経ったら、うん、もうふわふわの2歳のこの
100歳違うんだな、100年経ってるんだなっていうのがなんかこう実感してますので、うん、なんて言うんでしょう、あんまりこうハウツーで何歳以上は後期高齢者とか区別する必要はなくて、うん、なんか毎日の日々を重ねてった結果寿命まで生きるっていうよう な、 そんな学生もするとなんか100歳まで生きなきゃいけないとか先が長いじゃなくて、やっぱり毎日のここを重ねていくかどういうふうに生きていくかっていうところの方をやっぱり気にした方がいいっていうこと、ね、なんかちょっと脅かしすぎっていうか、うん、それよりもそんなこと考える暇があったらって感じで、はい、もうちょっとこう自分で楽しんで、うん、はい、一日をこう何をやりたいかとか、はい、楽しいこと見つけて、うん、一日積み重ねていった方がいいのかな、はい、もっと自分と向き合って自分は本当は何が好きなのか、今何をしたいのかとか、うん、素直にこう暮らしたら楽かなと思うんですけど、はい、ありがとうございます。今日は本当に素敵な生き方をされている梶原さんにいろいろとお話をお伺いしてありがとうございました。学生も非常に得るところ多いお話だったと思います。はい、どうもありがとうございました。こちらこそ。